こんにちは、粟田洋介です。絵を描く人だけじゃなくて、人が何かに打ち込んでる時は皆さん自分の世界に入ってるんじゃないかと思います。今日は絵を描く時は自分の世界に入るということと、描いている絵を隠すということと、絵を描く時間がない人はどうすればよいかということをお話ししたいと思います。これから話すことは私の場合とか私の経験を基づいているので、違うやり方もきっとあるかもしれないし、全員に当てはまるやり方とかお話ではないかもしれません。はじめに、絵を描く時間がないっておっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。空いた時間なんて誰だってあるじゃんってことなんですけど、絵を描くってそういうもんじゃないんですよね。なんかね、すごいまとまった時間が必要なんです。なぜなら、自分の世界に入った方がいい作品が描けるからです。自分の世界に入るっていうのは、もうわーってね、自分の世界にこう入ってって、すごい感情的になったり、なんかちょっと普通じゃない状態、なんか多分わからないですけど、多分なんかホルモンとか脳内麻薬とかがバーって出てるんじゃないかなと思うんですね。そういう時はなんかランニングハイとかそんな感じで、だから時には意味もなく泣いたり笑ったり、ダンスを始めたりしながら絵を描いたり、そんな状態の時になんか脳乗っていいものが描けるっていうことが多いですね。そんな時ってもう後先のことを考えないんですね。そうなると、時間ちょっとあるよ、あと30分で出かけなきゃないって時に、そんな状態を作るってね、かなり難しいことだと思います。でもね、できるようにもなると思います。それは後でお話しします。で、描いている絵を隠すっていう話なんですけど、よく子供とかに言うんですけど、何描いてるのとかって言うと、バッて隠したりする子いるじゃないですか。まあ、単に恥ずかしいっていうのはあるかもしれないし、自分の世界に入って表現するものっていうのは、もう心の自分が全部開けっぴろげにするってことですよね。だから人に見られるっていうのはすごく勇気がいることだったりするんじゃないですかね。私は子供の時は隠したりしなかったし、もし隠す理由があったとしたら、ちょっとサプライズみたいな、出来上がってからバーンって見せて、こんなの描いたよみたいな。今もそういう時ありますけどね。あ、でもね、多分6、7年ぐらい前までかな、電車の中で絵を描くってすごい抵抗があって、それはしてなかったんですけど、思い切って電車の中とかでも絵を描くことにしたんですね。ある程度混んだ電車でも結構って描いたりして、迷惑かな座って描いてる時とかに、立ってる時もそうやって、隣になんか人がバーって来た時に、すごい描いてるとこが居心地悪くなる時があって、頭が働かなくなってくる時があるんですね。人によるんですよね。なんか誰だか分かんないから、自分の思い込みなんですけど、電車の中じゃなくても人が近くに来たり、周りでガタガタやられると集中できなくなってくる時があるんですけど、なんか無意識にそう思うんだけど、なんでか考えてみたら、絵を描くって行為をバカにしている人とか、なんかそんなイメージの人が来ると、なんか描いてるのが嫌になる時があります。パッて隠すのも、そういうのもあるのかなって分かんないですけどね。全然、まあそれは人によると思います。なんか多くの人がそうかもしれないんですけど、私は普段、時と場合によりますけど、あんまり自分を出さないように生活しています。違う自分を演出するみたいな、例えば大人とか社会人とか常識人とか普通の人みたいな感じで人と接するようにしています。ビデオで喋ってる時も普通の人の喋り方をしようと一生懸命喋ってるんですけど、まあ普通の人とか常識人とか社会人って何かって言われたら、その何だか分かんないんですけど、まあなんとなく、まあ、人から変な風に思われないようなってことですね。で、そんな自分をもし1日12時間演じていたとしたら、余った1時間とかに、その情熱的な、感情的な、想像力をかきたてる気分になるようにスイッチ入れるっていうのはね、難しかったりします。でも私は人前で絵を描くこともあるんですけど、例えばライブペインティングとかイベントの実演とか、そういう時ですね。そんな時はもうただ黙って描いてるんだったら、もう勝手にハイになって、まあ一人でいる時みたいにはならないけど、勝手に描いてますけど、でもなんか描いてて 人が話してきてみたいな、で、あの販売も同時にしなきゃないみたいな時は、平常心みたいな感じで大人の自分を演じるんですけど、感情的に絵描いてる時の出てきたアイデアとかが記憶にあるんで、
普通の人を演じながら絵を普通に描くことができるんですけど、ずっともしそれをやってたらなんか頭が固くなってくるんじゃないかなってですね、すごい絵を描きたいっていうね、あの情熱を持ってて、でも描く時間がないとか大変だっていう人、私はそういう気持ちがすごくわかるんですね。なぜなら私もそういう忙しい時期があって、でやっぱりね、時間がある程度あってもまとまった時間がないと描けないみたいな時がありました。例えば1日休みがあるとかでしたら、その1日で多くの時間その絵を描きたかったら絵を描くとか、音楽とか聴いてテンション上げてって、あ、まあそのテンションっていうのは人によりますけど、そういう気分作ってってで描いて、ある程度忙しくなると消えてっちゃうんですよね、そのあれが。でもそうやって続けてると、そのテンション上がった時の記憶があるので、普通に平常心みたいな時で絵描いててもアイデアとかで描けたりするので、まずそういう丸一日絵だけの時間を作るとかって大事だと思います。というわけで、作品を作る時はありったけの情熱を注ぐという話でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。